本当自分でお片,、ね、片付けてもらってたんですけどもう実況中継みたいな感じで「なんだこれは何なのこんな汚さは!」ってすごい言われて LINE が送られてきてたんですけど「本当そうですよね」って思いながら。<laughs> ちょっとあのミラーみたいになってるんで下でで下配信を聞かなないいくださいミラーになってるので <laughs> ミラーになってますので配信を見ないでください <laughs> ほんとやめてもらってくださいよ <laughs> ちょっと聞こえてるすいません <laughs> でそんでもってたあのー、電子レンジも多分使ってるっぽくてあの電波が届かないのでほんとに <laughs> 止まります <laughs> 止ます止るし聞こえるしもうちょっと本当に本当にしんどいんですけどこのおうか。いやほんと電子レンジを使うと w i フ f i がつながらなくなるんですけど何なんですか本当に。 もうほんとでもうほんともうこ今月はほんとしんどいんですよ私はもう w i f i 使わないとしんどどうですかっつって w i f i つなげたんですけどどうしましょう <laughs> ちょっと聞こえますかはいはい大丈夫でしょうか今大丈夫そうですねあありがとうございます そうなんか A ってつくやつは違う違う G か A って G と出書いてあるじゃないですか w i f i の A か G はどっちかが w i f i に影響されるやつでどっちかはそのだから距離とか,なんかその周波数がどう違うみたいなの聞くんですけど多分私は電子レンジに影響される方の w i f i 使ってるのですいませんねそうなんですよ 聞こえますか。本 <laughs> 当すみませんね。本当にしんどいっすよ。もうこのお家 Wi-Fi に影響されちゃうんですけど <laughs>。ラジオありがとうございました。あのー。 もうめっちゃ楽しいんですよ私ラジオアイニュースさん大好きで毎回もう勉強しにもう楽しみにイエイイエイイエイって言って行くんですけどあこれイヤカフです私イヤカフしかつけられないんですよここ耳たぶにつけると落ちてっちゃうんですよ家に帰ったれねどっちもついてないんですこれもう絶対落ちないですよ絶対に落ちないのでね 皆様ぜひイヤーカフにしてみてください。そうもうね。そうなんですよ、すごいいろいろ教えてもらえるんですよ、いつも。すごい優しくしていただいているので、ね。ですよね。 ピアス開けることではありますか。へえ。多分ないと思います。そうなんです。ごい優しくしていただいてですね。ラジオのお仕事ありますよ。そうなんですよ。で、私は伝説のラジオをしているので。ラジオは大好きなんですよ。ずっと。髪の毛どうやって巻いてるの。こうやってぐるんぐるん。で巻いてますよ。で、本当へたっぴなんですけどね。 そうなんですよもう安心します、ね、もうアイニュースさんのスタジオに行くと安心ほっとしますねなんかそうであのえっ、ー、と今後のお話し会でなんかコスプレをしようと思ってるんですけどなんかその先になんかメンバーに相談したら先に言っといた方がいいっていうのを聞いたのでなんか先に皆さんに相談して何日にこれをやりますって決めた方がいいのかなと思ったので。 なんか何日にこれやってほしいとかあったら言っていただけたら何日,何日にこれやってこれやってほしいっていうのを言っていただければちょっと頑張って探して買ってくるのでなんか何か要望がありましたら何か言ってくださいという配信ですでも何か無難に制服とかから攻めていった方がいいのかなと思ったんですけどどう思いますかねそう制服 でもなんか今かかかからら募集かけられるやつがいいんんですからなんか次のお話し会でとかと思ったんですけどそれは今からでも今からあのやる今から募集がかけられるやつにってなると結構先になっちゃうと思うんで私が覚えてるか分かんないんですけど。よかったね。 そうさんいいですよねいや私が幼稚園こそだって大丈夫そうですかねちょっと大丈夫そうですかねメイドさん でもなんか新学期とかの季節なのでなんか制服とかでもいいかなと思ったんですけどなんかメイドとか,なんかがっつりコスプレはなんかもっともっとなんか動画あれ進んでからとかでもいいの方がいいかなと思ったんですけどそうですよね季節なるほど用意しやすい,いや 何でも探して、時間が応用すれば全然探してこれるんですけど確かにガッツリコスプレはハロウィンとかで確かにじゃあ皆さんのハロウィンうごせ去年ほんとに何もやんなくてあのはいクリスマスとハロウィンもほんとになんか一般一般の日みたいになっちゃったので今年こそはちょっとやりたいんですけどなのでじゃあ分かりました制服しますねじゃあセーラーと 普通のなんかセーラーじゃないセーラーとかの方がいいのかとかなんかありますかという質問ですね。確かに <laughs> 私大好きなんでね投票機能使ってる人いるんですか投票機能とか <laughs>。 あ出てるなじゃあ1が聞いてください皆さん1がセーラー2がブレザーできますねブレザーっていうか1がセーラーですよ。はい。<laughs> 待ってくださいこれ開示しなくてもなんか分かっちゃいますよ。 えー、54321はい。終了。<laughs> もう全然違うじゃないですか <laughs>。じゃあセーラーにしますね。セーラーいいですよね。久しぶりに来ますね。セーラーとかずっと探してくるんで、それはなんか？その東洋ネミとあのー、なんだっけ？あのー。 そりゃあもういきなり「もう来週やります」とかでいいのかそれはなんか今からあの購入できる購入できるやつ日にちの方がいいのかどっちがいいですかわかりました。 なんか2つありますね。じゃ、これを投票しちゃいますか？<laughs> 皆さんにボールを投げさせたい人なので、私は。でも、多分今からの方がいいですかね？ま投票します。じゃあ1が <laughs> 1が今から購入できる日にはえー、もう購入できない日ですね。今月ですね。行きます。肩壊れて。<laughs> ただ、もう倒すだけじゃないですか？ 一 <laughs> が。はい、これで終わりです。ありがとうございます。一が今から購入できる日です。一が今から購入できる日です。一 <laughs> が今から購入できる日ですよ。はい、五、四、三、二、全然口動いてないですよ。一。 はい <laughs> これも大体分かっちゃってましたけどじゃあ一でじゃあ今から購入できる日で考えるのでちょっと日にちを確認してみてきますねという感じでお願いしますフ <laughs> ありがとうございましたでちょっと探していきますね。ということはみなさんと相談したかったんですよ。ありがとうございます。うーどうねー。セーラフって可愛いいんですよね。 そうなんか子供の日とかに合わせたとかイースターでウサギイースターでウサギもやろうかなと思ってるのでそれはなんかウサギかぶればいけるのでコロちゃんセーラー派そうですねどっちも好きなんですけどやっぱセーラー可愛いなと思いますねやっぱ街とか歩いててもプレゼンも可愛いんですけどね,近々これゃだねえー、もうぜひぜひ 来週確かにでも4月入ってるんですねじゃあイースターイースター行きますね「対面お話し会の服決めた」これはちょっとベーシックで行った方がいいですよねベーシックで行くんですけど髪型決めてます。 お話か勇気が私も勇気が出なくて逃しに逃してまくった人なんで分かりますでも本当にあにお気軽に来ていただけたるしもう1枚でも来てくださったら全力でお話しするのでもうあの全然緊張とかしなくても全然私がいっぱいお話を頑張りますのででも本当にあの 直接来てくださ直接っていうの,そのオンラインとかでも直接お話に来てくださるのがとっても嬉しいです本当にありがとうございます早休満喫できてるえー、宿題が終わるビジョンが見えませんはいありがとうございますあらありがとうございます そうお花見したいんですよなんかこの間そうアイちゃんと行きたかったんですよでもねちょっと仕事が遅くなっちゃって行けなかったんですけどそう愛ちゃんねそうそうなんですよあの見るまでポンの舞台をさせていただくことになりましてもう本当にありがとうございます私とっても大好きなのですんごく嬉しいです もうね、とっても原作の「見るもネポン」もすごく大切ですごく皆さんの,あのたくさんの方の大切な作品だと思うのでちょっともう一生懸命頑張りたいと思いますもう本当に舞台とか本当に演技とかやったことなくて。 多分もう声,声の発声の仕方とかから練習することになると思うんですけどもう本当に来てくださった皆様に楽しんでいただけるように頑張りたいと思いますしあのー、その原作へのリスペクトを絶対に忘れずに頑張っていきたいと思います。たたたたびたび演技レッスンとかややらせていただいていいだんですけどやっぱりね あのそうミルモさんあのミルモでポンすごい <laughs> そうなんですよミルモでポンも本当にいい作品ですよねなんかちっちゃい頃にずっと車で流れてたんですよゆなさんありがとうございますなのですごくびっくりしましたね本当に <laughs> ミルモさん そうで改めて見返してみたんですけどんかもう本当にみんな出てくる登場人物皆さんがなんかすごく皆さんというか妖精さんも含めてなんかすごくみ一生懸命になんか頑張るキャラクターとかが多くてなんかすごいいい作品だなと思ってもうすごいなんか性格悪いみたいな登場人物が出てこないのでなんかみんな幸せに暮らしてるので。 そうなんですでも私はのいみさんのどれみちゃんの舞台でもう本当にもうそれに眠れなかったんですよもうすごすぎてなんでやっぱりもう舞台のなんかこの気持ちというのはやっぱりもう真剣に取り組んでいきたいという気持ちがやっぱりいろんなものを刺激から受けてなんか感じますね。 いやー、本当すごかったですね。そうなんですで、ね、もう本当に未経験な、未経験ですよ。本当に。あのー。そうなんですよ。でもね、もういただいたからには未経験とか言ってらよないのでね。もう本当に。 期待以上のものをみんなで作り上げていかないといけないですね。そうですね。だまた今年はやっぱりたくさんライブもしたいのでね、景気をたくさん積んでいきたいと思いますね。そうビブスの販売もありまして、もうほってとっても楽しみにしてたので嬉しいです。あの皆様ぜひもうすごい目立つ色で作っていただいたので。 ぜひ皆様。よろしくお願いしますね。皆様ありがとうございます。あら、ありがとうございます。早速。嬉しいですよ。うんうん。ありがとうございます。ええ。 ぜひニュアジアになってください新メンバーお待ちしてますでは <laughs> メンバーの名前なんですけど新メンバーお待ちしてますあ確かにめっちゃ見えますねありがとうございます こんばんはいえ <laughs> でもあんなパキッと黄色イエベブルブベとかむずくないですかで確かにイエ,イエローだからイエベにいいんですかね確かにあ <laughs> デルタネコさんリマちゃんさんありがとうございます確かに <laughs> <laughs> 確かにリフはなるんじゃないですかね。リフマン効果もあるんで、ぜひ購入検討してください。よしひささ,さし、いえいえ,いいえこれ光ですよ。あ全部光で飛ばしてるんでね。<laughs> あちょうど <laughs> ちょうど欲しかったいいじゃないですか。リブ青だと思ってた確かに。私たちを青なので見慣れないですねまだ。 深く検討しますぜひお揃いにしませんかー早くお風呂入るんだよ確かにあ今日前から「アイシャドウを借りました」あと愛ちゃんから <laughs> みんなからアイシャドウを拝借してみんなの気持ちを込めてミックスしました。 4月27日ありがとうございます。感傷楽になったもう目がか,かわくなりましたもう本当にでももうすごかったんですよあのあのなんだっけあどうする2年2年目もよろしくお願いします配信の時すごい急いで行ったんですけどなんであの後で配信を見たあのあれなんですよ ハツインっっってててやびく何か「みよんよんよん」みたいなんかもうすごいことになっててびっくりしちゃったんですけどすごいねメイクさんに急いでやってもらってもうすごいありがとうございますメイクさん。でそれで何かでもうその前日結構その日がすごい早く起きないといけない日だったんですねその配信の日が。でもうとんでもなく早く起きなきゃいけなかったんですけど間違えて寝ちゃって。 もうそれは終わりですはいでコンタクトを寝てしまったコンタクトをつけて寝てしまった暁にはもうああのコンタクトって10時間ぐらいとかじゃないですかもうマックスマックスっていうのはなんですけども,もう24時間はもうオーバーしたんですねでもうあ「あ終わりだ」ってなってカピカピを通り越すって激痛になり始めてでもあ「あこれやばいですね」と聞いてこうやって目を こんな感じ「よろしくお願いします」とか言ってスタジオに入っていってでこれは本当に配信で目が開けられないってなってもう最後の直前で配信数分前ぐらいにもコンタクトを外すという決断を下しそうなんですなんでも本当に激痛配信 <laughs> 激痛ギリギリ配信だったんですけど、まあ、マイがねあのコンタクトのヘルプをしてくれたのでなんとか。 大丈夫だったんですけど。本当にコンタクトは。ちゃんと使用時間を守ったほうがいいです。初めてそんなことになってしまって、びっくりしちゃって。あもう本当に目は大切にしていこうってなったので。目は大切にしていきましょうね。本当に。おで、気をつけてくださいね。 <laughs> 誰が言ってんだって話なんですけど眼鏡配信みたい私眼鏡のレンズが汚すぎると有名なので多分眼鏡のレンズが汚すぎてあの私の目が見えないと思いますいやそうギリで付け替えたんですよ。付け替えて メガネのシャンプーってなんかめっちゃ聞いたことあるんですけどなんなんなんんかそんな歌ありましたよねそんな歌ありましたよねメガネ拭きないのメガネ拭きあるんですけどなんかなんかおかしいんですよ私傷がついてんのかなずっと曇ってんですよ傷がついてんのかもしれないですね ええー。え、なんか、メガネのシャンプーって、なんか歌ありますよね。はい。今日はいつもと同じリップですよ。セザンヌさんのリップですよ。は <laughs> い。ドアっていうのか多分合ってると思うんですけど、合ってない。 でもずっと同じガネ使ってるのですごい傷がついてるんですよねお団子の写真はあれはラムネ味とかみかん味とかいっぱいありましたいっぱいありますあれ2本入ってたんですけどワリスと一本一本で分けたんですよ もう本当に川越ってすてそうなんですよもう本当に川越ってもう本当に素敵な場所なんですよなのでぜひお越しくださいもう本当にとっても楽しいですよデルタでござんありがとうございます 川越のおすすめスポット教えてください私はですね水あめが売っているお店が好きなんですけどちょっと横道に入るんですけどほ本当にあそこの水あめ味しいの本当にただの水あめなんですもう本当になんかなんか入ってるとかじゃなくて本当に水あめなんですけどあの妙、ー、お味しいです妙って言っちゃった美味しいです本当にええ。へー <laughs> ちょっと待って水あめオタクみたいになっちゃったーすいません <laughs> あとはあの, <laughs> あのこんぐらいの大きいなんか餅3個みたいなのがあってそこすっごい並んでるんですけどあとはミッフィーのベーカリーミッフィーベーカリーあなるほどかわいすぎますよでももうすぐ売り切れちゃうんで皆さんちゃんと並んでくださいもすっごい可愛い,いので是非でも可愛い,いだけじゃなくてもうすごい味も凝ってて美味しいので是非。ぜひ あとはもうチップスさの時の鐘の並びにあるのでもう多分いつも並んでると思うんですけどお気になさらず並んでくださいおすすめ紫芋のクリームですのでぜひ <laughs> 全部食べ物逆に待ってくれて食べ物がありますかあんかったら教えてくださいねいいですね 桜見のどこがおすすめああのー、一番が抜けたところのどこかの神社なんですけど私が行ったんですけど神社すごかったですね桜がもうぜひあの桜の季節にも行ってほしいですちょっとそろそろあれなんですけどそろそろちっちゃうかもしれないのでラジオあニュースさんで教えていただきましたちっちゃうかもしれないので急いでくださいねあそう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 氷川神社もね 恋のみくじがありますので夏にはあのなんか髪をなんか流す顔なんか小川みたいに流すやつもありますしあと風鈴のね結構有名なんですけど風鈴のやつもあるのでねぜひそうそうそう恋みくじ恋と恋をかけて恋みくじですよはははだくらいなってるんですね清水寺行きたいですよ 本当に京都に誰か連れてってくれる人募集中ですよもう京都に行きたい <laughs> あ私今日なんかファンあのー、お話し会で来てくださった方になん,かなんかコロナちゃんの配信はなんかた <laughs> なんか <laughs> 食べ物が多いねって確かになんか食べ物の話しかしてないと思って んすいません食べ物か眠いとかなんかそんな話ばっかでほんと欲望にも見れちゃってるんですけどほんとすいませんはいすいませんなんでこの食べ物の話しかしない配信付き合ってくださって皆さんすごい優しいんですよ。ゆうかちゃんかわい,い は好きですか <laughs> なんかあの奈良の鹿のとこにたとめっちゃ追いかけ回されましたねもう鹿さんにあとどっかに行きたいとかなんかそんな話 <laughs> そんな話 ちょっとだけスクショタイムしますかはい私寺とか行きたいんですけど中華街行くんだけどえっ中華街私あんまり行ったことないな皆さん中華街のおすすめがあったらぜひ教えてください 飲み食い配信はしますか <laughs> 飲み食い配信ね私なんか自分が食べてるとこ見るのちょっと怖くなっちゃうんですよねなので小籠包あえそこのワンピース可愛いんですけどちょっとあの本当に全身ちょっと私スタイルが激悪すぎて全身を取ったんですけどちょっと衝撃的すぎてじゃあ何か無難にピースでいきますね オッケーでーす <laughs>。勝手に自分でオッケーですとか。よ、ちゃったんですけど、オッケーですか。<laughs> ちょっと本当すみません、勝手に <laughs>。とアリス、今日いくつ来てました。アリス <laughs>。アリスずっとなんか、ポケーって座ってましたよ、今日は <laughs>。 あ、久保さんありがとうございます。じゃ、そうそうランキングを増していただこうかなと思いますね。そうアリスめちゃ髪ロングビショショーになってますね。ではランキングもしていただきたいと思います。十位の方から伊吹さんありがとうございます。十二位ゆいさん ありがとうございます。十一マコトさんありがとうございます。十位タクマさんありがとうございます。九位高いセイタさんありがとうございます。八位ダマイスさんありがとうございます。七位ゆなさんありがとうございます。六位アンリさんありがとうございます。五位りまちゃんさんありがとうございます。四位クボさんありがとうございます。三位山さんありがとうございます。 にエルエルさんありがとうございます。一はデルタ猫さんありがとうございます。皆さんも本日もありがとうございます。<laughs> ありがとうございました。あの舞台も本当に一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。あのー、コスプレとかに関しては。 日にちを決めたら告知の時に書いておきますのでよろしくお願いします出るまで少々お待ちください次のお話会もよろしくお願いしますねありがとうございます2年目もよろしくお願いします本日もお話し会もありがとうございました <laughs> ではそろそろおいとまさせていただこうと思います ありがとうございました。またどこかでありがとうございました。失礼します。